鯉島の一鯉島は、ロシア連邦カレリア共和国のオネガ湖に浮かぶ島。鯉島は、ロシア正教会の美しい木造教会建築群で知られる。1960年、島全体が木造建築の特別保存地区に指定され、ロシア全土から様々な木造建築が移築された。1990年、これらの建築群がユネスコの世界遺産に登録された。 ロシアでも有数の観光地である。木地島へはペトロザボーツクから高速船で行くのが一般的である。県境聖堂、首郎、生新女肥後聖堂からなる木造教会建築群木地島は長さ約7キロメートル、幅5 0 0ルの細長い島である。木地島は、尾根がこの他の5000余りの代償様々な当初に囲まれている。16世紀に起源を持つ、 木造教会建築軍は、ロシアでもよく知られた古い文化遺産の一つである。キ地という名前は、この地域の先住民であった、カレリア人及びベプス人の言葉で、祭祀の場を意味する。この時点では彼らの宗教は、自然崇拝であり、そのための祭祀の場として使われた。14世紀から15世紀にかけて、ノブゴロドが支配領域を拡大すると、カレリア人とベプス人は、 ノブゴ土ドに同化し、成教に改修した。成教改修後もこの地は、聖なる地として受け継がれていった。木地島は16世紀には、周辺の当初に成立していた130余りの集落の中心地であった。この頃にはすでに県境制度と生新女肥護制度の原型が成立していたと思われる。しかし、記録によれば、 県社会制度は1690年に落雷で消失し、生新女被護制度も老朽化のため破却された。1700年から北方戦争が始まったことにより、教会の再建は中断したが、戦後、ロシアはスウェーデンのバルト海における派遣を奪取したことから、カレリア地域における支配もより、確固たるものとなった。また、 ピョートル大帝による新首都サンクトペテルブルクの造営に代表される新たな社会建設の熱を帯びた時代精神がこの地における木造建築木工を促すのに影響を与えたとされる。こうして1714年最高なった県社会制度はまさに修行区の建築と呼ぶにふさわしいものとなった。22の玉ねぎ型ドーム。 最上部は高さ37メートルのドームを持つ、この木造バロックのイコノスタシスは圧巻である。県境聖堂には暖房がなく夏記専用の教会であったので、1764年、県境聖堂に隣接する形で9つのドームを持つ生ま新所費後聖堂が建造された。1874年には、首労が建立され、 こうして160年の歳月をかけて3つの木造協会建築群が完成した。これらの建築において最も特筆すべき一つに釘を全く使用していないことが挙げられる。鉄以外の金属はおろか、明治さえも木から作るという徹底ぶりを無名の職人たちは示した。また、様式の異なる複数の建築による空間構成はその後のロシア建築に、 大きな影響を与えた。1966年、ソ連政府によって島全体が特別保存地域に指定されたのと同時に、ロシア木造建築博物館が設立、木ジ島に置かれた。その後、カレリアをはじめ、ロシア全土から木造建築が移築された。特に、ムーロム修道院のセーラーザリ復活協会は14世紀に、 建てられたロシア最古の木造教会建築である。その他にも、教会建築、個人住宅、風車などが移築された。1990年、木造教会軍が世界遺産に登録された。4月から9月まで定期船が運行し、観光客も多いが、一方で老朽化のため、2002年より、県境聖堂内部の観光が制限されている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。